はい、今回は自民党を政権交代させなければならない理由と令和が日本にとって必要である本当の根拠についてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、一言で言うとですね、まあ、有事を回避するということです。で、自民党というのはですね、有事肯定派なんですね。 で令和と、まあ、共産党かな、令和と共産党が、えー、この有事、えー、まあ否定派なんですよ、で他のです、ね、政党っていうのも、まあ、隠れ自民党ですから、あ有事肯定派、改憲派なんですね、で話にならないということです、それがあこの大きな問題なんですよ、で今回の選挙ですね、えー、令和が消費税廃止ということで、まあ、僕も李さんさんもです、ね、令和を支持している方が多くいらっしゃると思いますが、当然、ですねこの消費税廃止っていう、山本太郎さんが頑張っていただいてる。 えこともそうななんですがああままり語られない、まあ、あよく聞くと語られるんですが、この有事を回避するっていうのがとても大切なことなわけですね、僕たち日本国民からすれば有事なんては全く望まないわけですよ、でそれをですねよくあの諸外国の話をして、中国がどうのこうのとか言いますが、全く関係ありません。 であのまあ、コメントいただいたんですが、令和の議席数が、まあ、20以上はいけるんじゃないかって言ったら、そんなにいけるかな、まあ、どうかなっていう、まあ、ご意見もありまして、もちろん本当のことだったら分かりません、ただ、ですね僕は思っていることがありまして、令和の議席数はまあ20以上、ないしは25以上ですね、えーまあ、いかないと、これから日本が大変なことになるんですよ、あの有事にどん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 向かっていくってことです。で山本太郎さんは今回の選挙でですね この消費税廃止っていうまあ国民生活、そのことをまあずっと頑張ってまあねおっしゃっていただいて、で他の時にですねおしゃべり会とかでおっしゃってるんですが、憲法を改正しないっていうことをおっしゃってるわけですよ、山本太郎さん。それが日本のこと、日本国民のこと、日本っていうまあ国を考えてえまあ当たり前なんですが、他の政治家、他の政党ってのは、それって当たり前のことをしないんですね、あと日米関係についての見直しっていうこともしないんですよ。 だからこのまんまね、例えば自民自故、ないしは隠れ、えーまあ、自民がですね、政権を持ち続けるとどういうことになるのかっていうと、憲法を改正しようとして日本が有事に向かうんですよ。僕たち日本国民は全く有事を、ねえー、望んでいないわけですよ。こういったことがあ、まあ、前提となることがありまして、憲法改正の方向にですね、話を進める政党を日本国民は支持してはいけないんですね。 自民党、公明党、維新の会、国民民主、日本保守党、参政党、この6つはですね、この改憲派なんですよ。参政党は創建と言ってますが、改憲です。で、この日本国民の中でですね、この憲法について、全然全く考えない人っていうのがいるんですが、もう僕からしたら訳わけからないわけですよ。僕もリスナーさんもそうですが、僕たちはなぜ日本国内で今、普通に過ごせるのかっていうと、それは現憲法が日本国民を守ってくれるからですよ。 ががががああるるかかかから、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 基本的人権があるから緊急事態条項なないい徴兵制がないからだから僕たち、日本国民というのは今、平穏に暮らしていけるわけですよ。その憲法を変えようとしてるんですよ。さっき言った、もう一回言いますが、自民、公明、維新、国民民主、日本保守党、賛成党。なんでそういったところを支持するのか、僕からしたら全く意味がわからないですけどね。いや、他に例えば、いろいろいい政策を言うっていうのかもしれませんが、 その憲法改正、改憲を言うっていう時点で、そのプラスなど全てマイナスになる。それほどまでに大きいんですよ。この憲法の問題っていうのは、憲法を改正するっていう問題をね。で、例えば自民党に関して言えば、全く外交しないわけですよね、えー。外国に行ってお金をばらまくだけじゃないですか。 で日本国民の、ね、国民生活も全く考えない、経済政策をしない、消費税廃止、消費税減税をしない、ね、日本国民に給付金を渡さない、渡すって言っても水をね、できるようなことばっかりする、そして自民党っていうのは、改憲、あるいはです、ね、自公っていうのは先、先ほど言ったように改憲、まあ、自公ね、維新、国民民主、ねえー、日本保守党、賛成党っていうのは改憲勢力、だこの改憲勢力をどうにかしないといけないんですよ。で山本太郎さんっていうのは、憲法を守る、護、まあ、憲っていう立場なんですよね。 だからこれからの日本に、まあ、今までの日本もそうですが、これからの日本に必要な政治家っていうのは、五憲の人なんですよ。憲法を守るっていう人。そういったことが一番の目的にあるんですよね。うん。リスナー様も僕もそうですが、有事なんて望まないじゃないですか。よく、中国がとかって言うんですが、別に何も指摘はしませんよ。中国っていうのは、日本とね、えー、貿易、取引をしてるんで、自分の国がですね、そういった変なことをして、 あの大きく損失をを被ることを望んでいないんででいいなすよ日中の関係を煽ってるのは後ろにいる英米です。そういったことに全く気がつかないんですよね。で、なんだか知りませんが、その自民党とか、安倍とか岸田とか、もうオルカの極みですが、防衛費、軍事費とかって言いますが、防衛費、軍事費積んでる意味が分からないんですよ。日本というのは敵国条項、旧敵国条項というのがありまして、第二次世界まるの敗戦国です。日本はですね、 まあ諸外国に対してまあ何かしらその不穏な動き、ないしは侵略行為、あるいはその侵略行為の兆候を見せた場合、ですね安全保障理事会の許可なしに軍事的制裁を加えることができるんですよ、だから日本が有事の何かの動きを見せたら、世界が日本を攻撃するっていう、そういったことがあるんですよ、今もこの敵国条項、ないしは旧敵国条項っていうのは生きてるんですよ、そういうことも知らずに、防衛費、軍事費、どうのこうの、言ってる時点でも話になりませんからね。 でよくあの日本の核武装化が必要だっていうんですが、日本の核武装化っていうのは当然これ、諸外国に対する、うん、ね、えー、その誘致の兆候と判断されるんで、これ国際法に関係なく、日本っていうのは攻撃されますからね、そういった今、状況にあるんですよ、今っていうか昔からね。だから日本っていうのは選択肢は1つしかないんですよ、平和外交。この平和外交をせずして、ねえー、意味不明に防衛費だ、軍事費だとかって言ってる時点でもうどうかしてるんですよ。 で中国がどうのこうのとかって言うんですが別に何も指摘はしませんよ中国の話を煽るっていうのは何かっていうと日本の創始国英米のね後ろに回ってる罠なんですよ日本と中国の緊張がね関係が緊張関係悪化すればどうなるか万が一まかり間違って誘致になるとするじゃないですかそうしたら米が喜ぶんですよ日本にどん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 武器を渡してね誘致が長引けば長引くほど米が儲かるじゃないですか 日本国民はどうなりますかとう,とう命を失って日本の経済も崩壊してもうむちゃくちゃですよ。そういった方向に導こうとしてるのが自民党自公なんですよ。だからあの有事はいけないんだっていうじゃないですか。で当たり前なんですよ。だけどそのいけない有事を願う人間っていうのがいるんですよ、米。武器が売れるから、自分たちが潤うから。米っていうのは国ができてからずっとですね、えー、そういった。 有事でで、えー、国を支えているものだからそういったものを解消していかないといけないそして必ずですねこの有事の話をする人間というのは根本的なことはまるっきりわからないんですが防衛費だ軍事費だと言いますしかし食料自給率が日本というのは著しく低いんで有事以前に国民が食べるものがなくなって餓死します。 だから、有事だ、有事だって騒いだって、戦う前から負けるんですよ。そんなこともわからないんですか考えればわかることですけど、全く考えないんですね。中国がとかっていうんですが、中国のことを逆に考えてみたらどうですか中国だって日本と貿易してるわけですよ。その中国としては日本との貿易が途絶えたら、中国も困るし、日本も困るわけですよ。そんなこと普通に考えてするわけないじゃないですか。考えればわかる話なんですよ。別に全く難しいことも何も言ってないんですよ。 でこの日本っていうのはアジアの諸外国に対してねその対立する考えを持ちますが、それっていうのはだから英米の罠なんですね。あの本来であれば、なかなかそれが難しいとなってますが、日本というのは近隣アジアの諸外国と仲良くする、親しくすることが必要なんですよ。ただそうさせないようにその英米の力が裏で働いている。だからあの 日本にとっては何が必要なのか、世界の諸外国と平和外交をしていくことが必要、そして日米の関係を見直す、せめてアメリカと対等関係に持っていく、自民党には無理ですよ、自民党ができたときから自民党、東丸米と三密体で、米、東丸の言いなりですから、だからそういったところから政権を取り返して、ね、日米の関係、対等、今、日本というのはアメリカの属国ですから、それをどうにかしないといけない。 まずそもそも日本の政治家の多くはアメリカの属国から脱する気がないんですよ。そういった気概のある政治家がほとんどいないんですよ。そういった気概のある政治家っていうのは、令和、ある山本太郎さん、あと3あとですね共産党かな、共産党の一部にそういった人がいるかもしれませんが、とにかくさ先ほどの人民、公明、まあ、維新もそうですが、論外です。で あの僕はちょっと詳しくないからあんまり言えませんが令和のですね沖縄にあの山川仁さんっていう方がいらっしゃいますねあの4区の方かなでこの方っていうのはすごく、うん、いい方まともなことをおっしゃってる方でして沖縄の基地をどうするのかと日本からね米軍基地をなくす核をなくすそういったことを主張されてるわけですよこの山川仁さんのおっしゃってる発言こそが日本の求めているものであり日本のあり方なんですよ 他の政党他の議員っていうのはこういうことを言わないんですね。じゃあ他の政党他の議員は何をやってるんだとんでもないことをやってるわけですよ。こういったことはね前も言いましたけど自公がですね12月から防衛増税について、えー、ね、えー、本格化議論をしているってわけわかんないじゃないですか国民生活が厳しいのにな,なんで防衛増税をしてんのだこれっていうのは東丸米のまあなんていうのかな指示でしょうね。 で防衛増税っていうものを語って、その財源が必要って国民に対して増税を課すんですよ。野党は一応反発している形になってますが、こんなことがなったら、日本国民の生活、さらに立ち行かなくなりますよ。五公五民、六公四民と言われて、今、国民というのは負担が大きいわけですよ。税金と社会保険料ね。うん、にもかかわらず、そこにさらにそういったね増税をして、国民生活を潰そうとしてるんですよ。それがだから事項ですよ。自民、公明。だから 自公政権を交代させないと国民の生活がもう立ち行かなくなるさらに誘致に向かっていくってことですどう考えたっておかしいでしょ国民生活が苦しいのなんで消費税を上げるのなんで防衛費を増額すんの消費税をなくして防衛費を減らして国民生活を考えるのが日本国民のための政治でしょそういうことをしない政治家ってだから全員消えてほしいわけですよ僕たち国民からしたらねうん政治家まあその政治の世界から退場してもらいたいわけですよ で特に、えー、このですね、この有事の話であったり、そういったものに深く関係しているのが、自民党の中の、ねえーまあ、安倍派っていうか、まあ、清和会、安倍晋三の周りの人間たち。安倍晋三っていうのはね、祖父、岸信介の時から、売国奴ですから、岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三と3代揃って売国、ね、日本国民があ非常に困ることをするのが、これが安倍晋三の正体ですよ。で安倍晋三っていうのは、遠回るとズブズブなわけですよねで。安倍晋三が今いなくなったわけじゃないですか。実際どうしてるか知りませんけど。 当然、トーマルト米っていうのは次の手を考えてるんですよ。で、自民党に関しては、国民のですね批判が向いてるんで、じゃあ、その隠れ自民党ですよね、維新の会とか国民民主とか、日本保守党とか参政党を次の,、ね、その自分たちの使いやすいコマにしようとしてるんですよ。で、難しいんですが、立憲民主党がここに入ってるとか入ってないのか、野田義彦っていうのは、宗主国米の言いなりですから、入りそうなんですが。 まあ今はまだ入ってないと、まあ、ちょっとまあ真実というか願い、えねえまあ、立憲え、令和、社民、共産に期待しようと思うんですが、例えばですね、維新、まあ、国民民主、まあ、立憲民主もそうですが、政策はですね、自民、公明とほとんど何一つ変わりがないんですよ。だから、つまり隠れ自民ってことですよね。で、その隠れ自民っていうことは、日米の関係を見直さない、米の続行から脱することもない。 でえー、そういった状況であれば、その増税プラス有事に向かっていく、国民が全く願わない方向に物事が進むんですよ。当然よくないじゃないですか。だから僕はお話してる、まあ、リスナー様からです、ね、貴重なご意見をだいて、まあ、共産もだめだって言ってね、まあ、社民もいろいろってことで、別に僕も社民も共産もあんまり興味ないですけど、あので立憲嫌いですけど、その日本全体の方,方向としてどういった方向に、えー、進んだらいいのか。 立憲、令和、社民、共産に票が入って政権交代す,するしかない、しなかったら有事に向かうと、でさらに言うと、令和が政権中枢に入って、日本国民の生活を考えてくれるようにならなければ、国民生活はもう終わりですよ。で、日本は有事に向かうわけですよ。そういったことが今、ね、あの水面下であるわけですよ。だから、こういうことを僕は考えて、実際どう,かどうなるかわからないんですが、令和の議席数が20以上、20、25とか言ってほしいと思うわけですよ。 ねえー、中規模政党になって、きちんと意見して、国民のための政治をしてくれる、その令和の規模拡大を願っているわけですよ。だからあの、自民党政権が続く、ないしは自公政権が続く、隠れ自民党が続くっていうことは、これは憲法改正から有事に向かうと、そういったことを国民は覚悟しないといけないんですよ、本当に。そういった問題なんですよ。 でそうなることを願わないじゃないですか、僕たちは。だから、令和か社民か共産、まあ、今回は立憲も含めてっていうことで、そこに投票するっていうのは、考えれば当たり前の話なんですよね。だから、その政治家のですね口車に、えーまあ、踊らされて、なんか国民民主がいいとか、参政党がいいとかって言ってますが、国民民主も参政党も隠れ自民です。だから今回の選挙っていうのは、この自民党と隠れ自民党に気をつけないといけない。そして、えー、令和がですね政権の中枢に入らなければ、国民生活が崩壊する。 さらに日本が有事になる。そういった今、懸念される状況にあると思います。僕はそういったことを自分なりに思ってですね、まあ、思ったことをお話しさせていただいているので、まあ、大切な話だと思うんで、まあ、何かしらですね、思っていただけることがあれば何よりですということで、またこの話もですね、調べて分かったことがあったらお伝えいたします。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。